ご覧の皆様こんにちは、ホーステルと申します。絶対絶命都市、続きからやっていきますね。倒壊したビルから抜けて、で、せっかく主人公とマリちゃん、シンリちゃんね、と二人っきりだったのに、そこに水を差すかのようにおっさんが登場したんですよ。このおっさんね、さっきからずっと写真撮りまくってるけど、前に行ってやろっかな。何撮ってんの？何撮ってんの？プライバシーの侵害ですよ。で、どこ行けばいいんだよ。おっさんのカメラを構えてる方向に行けっていうことか。だけどこれ、下危ないよね。落ちたら死亡だよね、多分。で、こっち側から来たから、どっちに行けばいいんだ、今度は。あ！これよく見ると、はしご車じゃん。これ伝って先に行けるんじゃないの？登れる？どこかから。登れないんだけど。絶対これだよね。これ使って先に行くんだよね。え？あぶね！え、傘落としたんじゃね？あ、大丈夫だったわ。行けないんだけど。どうすりゃいいんだよ。手振ってくんなくなった。あ！アイザーが雨に濡れている。え、でも、須藤さんはいいんですか？そういえばそうだ、僕が風邪をひいてしまう。じゃあいいです。そうだよ、僕には体力ゲージもあるし、水分のゲージもあるんだよ。だから傘は渡せない。ラチ開かねえな。一回ここ飛んでみるか。下に一応地面みたいなものはもうあるしね。やり直していきまーす。じゃあ、シンリちゃんに傘あげるパターンもやってみよっか。ちょっとカッコつけよう。大丈夫、もう一歩持っている。なんだ、じゃあありがとうございます。返してくれんのかな。あ、パクられた。あ、登れた。ひょっとして傘持ってると登れなかったとか。一気に行くぜ。この風の音が怖い。わっ、雷。どっち行きゃいいんだろう。ビルの中か、反対側の地面に降りるか。あいつらなんで来ないの。危険なことばっかり僕がやらされてるんだけど。あれ？何もない。水分ゲージを無駄遣いしただけだった。建物の中に入っていかないと。そしてはしごの上に登った瞬間に突風が吹くっていうね。お、給水ポイントか？この水大丈夫かな？使用回数に限りがありそうなんだけど。部屋に入っていきます。オフィス、武藤、かっこ受付。ここ落ちたら死ぬよね、多分。カメラワークがね、やっぱりいかんせんあまり良くないわ。上に上がっていくことしかできないのか。
この災害にもかかわらず、どんどん上に上がっていくっていうね。自ら窮地に立たされているようにしか見えないんだけど。このグラサンヘルメット男が。そして背中に担いでいるのはバール。どこからどう見ても不審人物ですよね。110番さ。これは崖か？あ！あっぶねえ。下に降りられんのかな？下の階に、ここから。どっち行けばいいのかわかんない。これはなんだ？部屋の隅に瓦礫が積もっている。どこ行けばいいんだ？こっち行けんのかな？あ！こうゆっくりと進んでいく視点に切り替わって、水がポタポタと急に首筋とかに落ちてきたらびっくりするよね。慎重に行こう。危ない。捕まれ。大丈夫か。ここで余震で転倒とかしたらどうなるんだろうね。下に落ちんのかな。やっぱり危ない危ない。なんだ今の。あまり炭には近寄らないようにしよう。ただアイテムがあると見落としたくもないし、炭から炭まで見たいんだけれども、慎重に行かないと落ちちゃうみたいな。包帯結構持ってるよね。いらないわ。絆創膏。もう空きがないんだ。飲み物を飲んどく。あれ、これリュックじゃねえ。高級そうなリュック。容量また増えたのかな。でかっ。別に高級イコールでかいっていうわけじゃないと思うんだけど。これでアイテムまた取れるようになった。あ、回収できるね。あ、取れるうちは取れるものは取っておく。上に行けってことか。一瞬左側にも部屋があるような気がしたけど、勘違いだったみたい。週刊激写6月6日号。ついついすぐに読みたくなる このタイトル。首都島の光と影。新たな人工島の可能性を開拓した首都島。しかし人工の島であるがゆえ、土地の造成は政府ともすれば、一部の官僚の思うがままにすることも可能なのだ。そもそもハニカム計算工法を売り込むための首都島という生い立ちから見ても、首都島と金は切り離せないものなのだ。完成してそれほど経っていない首都島ではあるが、その裏ではすでに熾烈な利権争いが繰り広げられている。何そのハニカムなんとか工法っていうの。杉山の名刺。さっきの撃たれてたやつか。あ、裏に何か書かれてる。だって朝顔の昼寝。え、なにこれ。ちょっとホラーじみてない。怖いんだけど。避難経路図。あ、これかわいいね。導きエンジェル。これ何？白いの。非常口だ。ひしゃげていて開きそうにない。ここに非常口があるということは、バールで開けるということじゃないですか。使えねえわ。こっち行けんのかな、非常口。まあ、とりあえず先に、おっと危ない。また飛ぶところだったわ。不用心なダッシュは危険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 。こっからかい。はい、ここまで戻ってきて、もうあんまり縁には近寄らないようにしよっか。あれ、いけねえじゃねえか、こっち。どういうことだ？
ここにあるということはなんだよ。何がどうなってんだ。危ない危ない。慎重に降りないと。下の階と繋がってるってことかな。どうすればいいんだろう、これは。また揺れるかな。あ、来た。危険危険危険。濃度乾いてきたな。この主人公乾きが早すぎるんだけど。糖尿病か何かなんじゃないの、こいつ。ひょっとして。お、こういうことか。さっきのところとここが繋がっていたっていうことだね。上と下で。で、降りる。おっぶね。なんだ今の。はしごとかじゃないのかよ。飛び降りるようになってるんだ。で、下に来て、一回水飲んどこう。ペットボトルのショーがちょっと煩わしいね。捨てちゃおっかな、もう。あ、危ねえ。あ、危険危険危険。あ、うまい具合についたてとかが、すぐ隣をすり抜けてったわ。危ねえ。余計な動きをすると落ちるところだった。どっち行けばいいんだ。横の方から少しずつ下に降りていくっていう感じでいいのかな。あ、びっくりした。こっち行けんのか。え、どこ行けばいいんだこれ。こっちか。え、あ、違うね。向こうの四角いところ飛び移れるのかな。距離感が全然わかんない。とりあえず飛んでみよう。行け。無理だったわ。あーじゃねえんだよ。こっちか？違うね。即死する高さのところは自動的に捕まるってことかな。あ、こっち潜れんじゃん。ダッシュで降りたらまずいってことだね。暗い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 。どこに来たんだこれは。何？あ、人だ。あ、また怪我してる。この通りでな。ちょっと手伝ってくれ。何か道具を持っていないか。いえ、道具。近くに救助隊とかはいないのか。君一人か。絆創膏と包帯は持ってるけど。なんだ貴様、勝手に取り寄って。訴えるぞ。いやー、すいません、職業柄。いつの間にこいつここに来てんだよ。ちょっと置いてかないで。お前さん、マスコミか。はい。よし。じゃあよく聞け。今から言うことを記事にしろ。お願いします。いいか。この島は欠陥品だ。穴が開きすぎとる。穴。それで？地下の調節池のことだ。場所と構造に問題がある。なるほど。国の監督不十分もあるが、工事責任者の独断が原因だな。え、これアガサ博士じゃね。その責任者の名前は。高原建設の新崎だ。なるほど、わかりました。頼んだぞ。アガサ博士、はい、博士じゃん。ああもう一枚取っときますか。勝手にしろ。わかりました博士。それじゃあ、なんとか建設のなんとか崎っていうやつが黒幕ってことですね。話全然聞いてなかったわ。高原建設の新崎だっけ。誰にも話しかけられないけど。
じゃあこの首都島がマグニチュード6の地震で全壊、ほぼ全壊したっていうのは、作り自体に問題があったっていうことでいいのかな。住民からの相談1と2。とりあえず目を通してみる。強い雨の降った日には地面からかすかにうなるような音が聞こえてくるとのこと。地域によって音の強さは異なるが、ほぼ島の全域から同様の訴えが出ている。その2、地面からのうねりは、うなりか、一部の地域では振動と呼べるほど強烈であるとのこと。生活に多大な支障をきたしている住民もおり、政府と首都島を相手取った訴訟を起こすつもりであるということ。地下構造に欠陥があるみたいだね。少しずつ謎が解けてきてるよね。いけない。その鍵なら、こっちの部屋の机に予備がありますから。使ってもらっていいですよ。助かるわ。ありがとう。こっちか。こっち？え、どっち行けばいいの？暗くて分かんないんだけど。戻ってきちゃったわ。こっちか。あ、ライター持ってんじゃん。ライターで照らそう。暗すぎてよくわかんねえわ。あれ？使えねえ。ひょっとしてサングラスかけてるから暗いのかな。あ、ちょっと明るくなった。え、サングラスってもしかしていらない子？こっちの部屋ってこっちから行けんの？普通にいけるでしょ、このぐらい。あれ？だけどいけないよね。なんでだ？あ、こっちのことか。わかりづらかった。で、周りを一通り見回してみて、老人と子供の写真、重要アイテムっぽいね。そして鍵をいただきます。これは首都島調査結果。出口が分かんなくなっちゃった。こっちか。シンリちゃんの背中が見える。首都島調査結果とは一体。首都島の地下には雨水対策用の調節池があるが、振動の強い地域はこの調節池に沿っていることが分かった。溜め込んだ雨水を排出する際に振動が発生すると思われる。楽しそうな子供と老夫婦が写っている。こいつらの写真かな。渡せたりとかすんのか。話しかけることすらできないんだけど。カニはこの写真は渡しとこうか。ありがとうございます。いえいえいえ、我々は別に持っていてもお孫さんですか。どうしようもないんで、はい、今年小学校に上がったばかりで、夏休みになったら遊園地行こうってね。そうか、約束してたな。あ、ヘリコプターが来た。ヘリコプター、よかった。あなた助かりますよ。すみません、
どなたか呼んできてもらえませんか。よろしくもちろんお願いします。脱出したいしね。外に出ればいいんですかね。キーホルダー、ここから外に出れるのかな。地震だ。また余震が。こっちは行けない。水飲んで汲んでセーブして、で今日のところはこれで終了にしようか。では、ご視聴いただきましてありがとうございます。それではさようなら。